自然の中のさまざまな要素というふうなものを自分の捉えた映像を通して表したい。色でもあり形でもあるもの、また色でもなく形でもないもの、そういう中間に存在するものを求めながら、私のこう奇跡とそこに存在する全てのものが集約されたところに何かを捉えたい。いつも私はどうして作品を作るのかなっていうのが大きな自分の中の疑問です。どういった時に人は表現したいと思うのかなというふうなことを常々考えております。で、これは19歳の時に阪急電車の中で迎えに少女がお父さんに寄り添って寝ていたんです。ちょっと障害を持っておられて無心に寝ていて、それが本当に清らかで、そして悲しくて、で私思わずなんかスケッチしてしまいました。それをずっと大事に持っていて、で時々見て、この時の少女は今どうしてるかな、お元気かしらっていうふうなことをいつも思っております。その後大阪教育大学の美術学科に進みまして、こう何を作ったらいいのか迷いまして、ある時外をこう見ておりましたら、金網の向こうに山吹の花が咲いていて、で何気なく花をじっと見つめますと、目の前の金網が視界の中から消えて、それから今度金網をしっかり見ると向こうの方に黄色と緑の広がりが広がっていて、あ、人間のこう視覚の世界というものはこんな世界が繰り広げられている、これを何か表現したら作品になるんじゃないかなというふうなことを思いました。で、その頃から私はカメラを用いるようになりました。これはエスカレーターを上り下りする人の群れ、私たちはどこに行くんだろうというか、そういったことが非常にこう思われたわけです。くっきりあった世界に対して、その周辺のぼやけた世界っていうものに惹かれていきました。で、これはツタのシリーズということで、曖昧に広がる世界と、それからくっきりと捉えられた一枚のツタの葉っぱで、そのツタの葉っぱには滴があるんですけれども、象徴的に捉えました。これはバラの花のシリーズなんですけれども、先ほどのツタの葉はこう風で揺らいだ瞬間にぼかして撮っておりますが、バラの木というのは低木なので動きにくいために、自分自身が動いて撮影いたしました。これはクスノキがモチーフとなっております。1982年に私はクスノキと出会いまして、5月のある気持ちのいい日なんですけど、クスノキが明るい日差しを受けてこう360度ダイナミックにこう揺れ動いてたんですね。で、思わずもうその素晴らしさに駆け寄って、で長いこうロールフィルム、その当時はマミヤプレスというちょっと大型のカメラで撮影しておりましたけども、それを瞬く間に3本ぐらい撮ってしまって、その後12年間このクスノキを撮り続けながら、もう風に吹かれる気持ちの良い、そういう時間を本当に自分の中で楽しんでおりました。クスノキとの出会いは非常に喜びに満ちたもので、ある時クスノキを斜め上にこう写した写真がありまして、なんか一人の人の肖像のように思われたんですね。で、それからはクスノキがなんか私の友達になりました。で、その日からは写真を撮る日もまた撮らない日もちょっとこうクスノキに会いに行く、で会って元気っていうふうに声をかけると、なんかクスノキから声がまた返ってくるような気持ちがしまして、でそれから何度もクスノキと会いに行くという日が続きました。で、この巨大な私の友は気に合い対して写真を撮るというふうな視点から、ある時も本当暑くて木の中に潜り込んでいくと、こう足元に木々が揺れていて、
でそこに揺れる影に気づかせてくれました。で揺れる地面の影というシリーズの作品が生まれました。なんかいろんな形が生まれて、その形とともに私はこう様々なことを作品から言葉を紡ぎ出すような感じで作品を作ってまいりました。これは92年のやはり揺れる影なんですけれども、垂直に立ち上がっていくような揺れる影の様子と、こう横に流れて広がっていくような様子を捉えています。これも同じ揺れる影のシリーズで、左側の作品はマッスというか塊のような感じをなんか表現したいなというふうに思いました。でこれはそれに対してこう流れていく感じで、これはもっと空間的なものというふうなイメージで捉えています。影を捉えながらなんか火のようなイメージっていうか、まあ、樹木の大地に広がる影の様子なんですけれども、それをこう捉えながら自然の中のさまざまな要素というふうなものを自分の捉えた映像を通してなんかそういったものを表したいっていうふうな思いを持っておりました。94年から96年在外研修でパリとアメリカに参りました。でこの1年の間に3つの大きなものを失うこととなりました。一つは最愛の父と、それから、被災した神戸、自分自身の神戸、聖地である神戸がパリにいる間に地震で失われ、そして、まあ、この作品のモチーフになりましたクスノキなんですけど、大きな建物が建つということで、その樹木が取り払われるということになり、私は12年間こう長い間この大きな友達をモチーフにして、まあ、いろんな世界を樹木が教えてくれたんですけれども、パリに行ってる間にその木がなくなっちゃって、父も亡くなって、でも飛行機に乗ってる間中もうずっと泣いていました。で人間の目ってこんなに涙が出てくるのかと思うぐらい、一生の全部の涙をそこで流したような、そんな今思い出してもなんか悲しくなるようなそんな気持ちでした。で帰国しまして、熊田神社というところに行きましたら、そこになんとクスノキが生えておりまして、そのクスノキを移して境内のところに3メーター ×4 メーター20ありますので、かなり大きな作品なんですけど展示しました。でこの時から光の淡いというふうにこうタイトルがちょっと変わりましたんですけど、自分自身の揺れる影というものを抱えながらパリに行って、でそこでその光というもののなんか美しさというのを改めてすごく感じ、なんか自分がいろんなものを失ったことの中でこう光を求めるような感じになってきたのかなというふうに思います。パリから帰ってきまして、母が三重県の青山というところに住んでおりまして、今日移すことになりました。青山という地名は青い山というのにふさわしい、本当になんかなぜかこんなふうに青いんですね。その樹冠にこぼれる空気やその光というふうなものを表しています。でだんだんとこう運動がダイナミックになってまいりまして、なんか自分自身もこうバーッと動きながら、樹木が揺れるのに自分自身も身を任せながら、だんだんと大胆な動きになってきました。でこの頃流星がたくさん見られた時期がありまして、夜中起きまして寒くなってきて革のコート着て数えたんですけど、416まで数えて、もうそこでちょっとギブアップして寝てしまいましたけども、でこの頃北海道に参りまして、流氷も見に行きましたんですけども、地球のなんか空と海という森に入って、森を見ながらなんか空を思い海を凍るというか、なんかそういう気持ちが自分の中に生まれてきて、自然に存在する形の共通性というか、そういうものを感じながら作品を作りました。
で、これはこちらのコレクションにしていただきました作品なんですけども、光の淡いという間と書いて淡いというふうに読むようにしておりますが、光の色というふうなものと形というものがあるとするなら、その色でもあり形でもあるもの、また色でもなく形でもないもの、そういう中間に存在するものを求めながら作っております。写真っていう非常に科学的なものなんですけど、それが繊細なものを捉えている、一つ の私のこう奇跡と、そこに存在する光、影、空気、香り、そういった全てのものがなんかこう集約されたところに何かを捉えたいというふうに思っています。17点会場に展示しておりましたので、毎日作品を監視してくださる方がいらっしゃって、ある時先生どの作品がお好きですかっておっしゃったんですね。で、私なんかよくわからないけどこの青い作品が好きなんですとかって、まあ、ちょっと言ったんですね。そしたらその方が、私は本当こう17点あるけど、この作品が一番好きで、いつも来た時にこんにちはって言って、で帰る時さよならって作品に声かけて帰るんですよっておっしゃってくださったんです。まあ、作品に声をかけてもらえるってすごい幸せなことだなと思いました。写真の場合はカメラというふうなものを使いますので、方法は違いますが、それに向かう時というのは共通な点の方が多いんじゃないかなというふうには思います。で、押す瞬間っていうのはやっぱり自分自身にとっても対象にとっても、なんかこう一つの出会いがそこで成立するような瞬間にシャッターを切ってると思うんですね。で、そういう意味で例えば絵を描くっていうふうな行為も、白い紙の上でそのこう何かがこう色や形が生まれてくるっていう、そこで私はやっぱり何かとその瞬間瞬間に出会ってると思うんですね。ですから本質的な意味では多分同じものじゃないかなと思います。風に誘われてという、風が動いた時に木々が揺れて、で私も揺れるというふうな感じなんですけども、私が映している様子をまた何かで撮ったらおかしいんじゃないかなと思いますが、木が揺れた時に一緒に多分ダンスするみたいに撮ってるんじゃないでしょうか。一度すごい面白い体験がありまして、青山の山の中に入りました時にものすごい風が吹いてきまして、木がもうぐるぐる回ってるんですね。で、あまりにも激しく揺らいでびっくりして、でそこからまるでなんか能の装束を着た人がこう能舞台のように、なんか誰かが立ち現れてくるんかと思うような、そういう一瞬を体験したことがありました。で、風景って風の景って書きますが、風がもたらす一つの地球の表情っていうか、人間だけではなくて地球もやっぱり息を吐いたり吸ったり、そういうリズムがあって、私自身の人間的なそういうリズムとなんかどっかですごくこうつながっていて、でそういうものを多分こう感じるときに、これはちょっと撮れたかなというようなフィルムが生まれるんじゃないかなっていうふうに思います。私はこの5年ぐらいの間に人生でも稀な体験をしまして、一つは事故に遭いまして、その次に大病に見舞われるという、でなかなかその受け入れることが辛くて画室に逃げ込んで、実はこんな水彩をいっぱい描いてたんです。2ヶ月足らずの間に200点ぐらいの絵を描いてしまいました。で、こう絵の具がバーッと流れてくるのを見ながら、そうするとなんかその外側からの自然を見つめて制作してきましたが、今度はこう自分自身の内なる自然という、肉体という非常にこう限られた小さなこの器の中にあって、でそこですごく苦しみながら、それでも何か自分の心の糧を求めながら作品を作る。で、小さな少女がなんか一人の存在のなんか悲しい世界をなんか私にこう19歳の私に教えてくれたように、その後クスノキが大きな世界を起
送り届けてくれて、で病気になって、それでももう私よりももっともっと苦しんでる方がいっぱいいて、でそういう人の中で私はこうしてなんか作品を作らせていただいてるなって。で入院中だったんですけど、ちょうど猪熊源一郎さんの展覧会がありましたので、外出していいですかってでお願いして行きました。そしたら美術館は心の病院ってなんか鉛筆で書いてあったんですね。で私それ見てものすごく感動しまして、あ本当美術館って心の病院なんだなって、なんか本当に、まあ、死んだ人のなんか作品がいっぱいあって、もちろん生きた人の作品もありますが、お墓みたいなとこだなって昔思ったことがあって、でもなんかみんな死んでいくけども、なんかこういった美術とか文化、音楽もですが、そういったものは本当にずっと生き続けて人の心を支えるもんだ、美術館って病院だったんだって思いました。人はなぜ作品を作るのかなということは、多分私自身が作るというよりは、いろんなものが繰り広げてくれる、そういう世界を自分自身がこう本当に透明の器になったような時に、他の人の世界っていうのが自分の中に入ってきて、でそれを無になった状態で捉えて、まあ、提示するというか、そういう感じが私にとって作ることであるなというふうに感じます。